ハリュウさん、僕今どこにいるか分かりますか？そうそう、あの小さいやつ、小さいやつ。そう、なんか持ってるでしょ。これなんだ？はい、1、自転車。2、リアカ。3、人力車。ね、分かりますよね。3、人力車です。どうも、改めまして、ルート66を自転車で横断している鈴木です。ガリュウさん、チャレンジ、もう頑張ってください。いつもね、ガリュウさんの背中を見て、僕も頑張らせていただいてます。ガリュウさんが、人力車を、してるとき僕めちゃめちゃ嬉しいんですよね。はい、ガリューさんと僕の関係は人力車なんですけど、はい、ガリューさんが、冒険をしてるとき、僕はいつも羨ましいなと思ってました。まあ今は僕もこうやって冒険してるんですけど、今回こう初めて、単独でのルート66を横断してるんですが、結構怖いっすよね。夜とか蛇とか出ますし、ね、あとはルート66ってこう、めっちゃ道長くて、ほとんど、こう、人とも出会わない道なんで、寂しいんですよ。でも、その時にガリューさんが戦ってるなって思うと、僕も頑張れるんですよね。はい。だから、ぜひとも、ガリューさんのチャレンジってのは、いろんな人に、こう、夢とか希望を与えてるんで、皆さん、よければ、ご支援の方、ご協力、よろしくお願いいたします。ってことで、ガリューさん、お互い、チャレンジ成功して、美味しいお酒をホッピードイで飲みましょう！はい。ってことで、ガンプ鈴木、ガリュウさんのために少しだけダッシュしたいと思います。いきますよ。これガリュウさんのためね。いきます。では夢に向かって安全運転、行ってきます。OK。